こんにちは、ロックンクローラーズです。今回は小ネタです。 Vlog 的な感じです。っていうのはね、このタイヤにちょっと異変があったんで報告です。まあ、見てわかるようにね、亀裂が入っちゃってますね、タイヤに。ボロクソ、もうこのタイヤ使えないですね。っていうのはね、これレッドキャットのGen8にずっとつけて放置してたタイヤなんですよ。で、今日久々にね、ちょっとGen8いじってたら、タイヤがこんなことになってました。しかも1本じゃなくてね、しかも4本ともこれ全部こういう状態です。結構がっつりいってますよね。もうこれね、劣化っていう感じですね。走ってて傷つけたとかじゃなくて、普通にゴムが劣化した感じです。裏はね、そうでもないんですよ。で、これ別のタイヤなんですけど、これもちょっと古めのものなんですけど、まあこれは全然問題ないですね。今亀裂が入ってたタイヤって、昔アマゾンで買った中華製のスーパースワンパーのパチモンみたいなやつですね。で、これずっとね、こういう状態でね、レッドキャットを放置してたんですよ。スタンドとか置かずに。そんな重くなかったはずなんですけど、まあ、ここまで潰れてはないですけど、こういう状態で置いてあったんで、多分その癖がついて、劣化が早まったのかな。まあ、普通はね、こうやってね、スタンド置いて、タイヤはね、浮かした状態で、保存というか保管するのがね、理想的なんですけど、ちょっとレッドキャットへの愛情が薄れてたんで、あんな感じにしてしまいました。まあ、これはね、直置きしてますけど、まあ、タイヤはやっぱりね、よくね、アメリカ製のコンパウンドがやっぱり、高級タイヤは採用されてますよね。中国メーカーでもコンパウンド、タイヤの素材はゴムの素材はアメリカ製を使ってるなんていうのもあるんですけど、やっぱ中国製の安いタイヤだからちょっと早まったのかなって気もしますけど、僕の保管の仕方が悪かったっていうのもあります。一応そんなこともあるんで、皆さん保管お気をつけください。そんな感じのリポートでした。